はい、早朝のね坂道の話です。早朝の坂道の恐怖の話。私はね自転車で朝から出かけて行って一日中走ってで帰ってくるみたいな、そういうことをねやっている時期がありまして、まあ休みの日とかにねやるんだけども、その日も、冬だったかな、寒い日に朝の5時ぐらい、4時半か5時か5時半ぐらいに家を出て、まだ真っ暗なんですね周りが。で、まあ、6時7時ぐらいになると明るくなるんで、まあ、その間にずっと走って、目的地に近づくと、いうことをやってたんですけども、家からまあまあ遠く離れたところに急坂があるんですね。でその急坂は登らなくても目的地に行けるんだけど、登った方が近道であると。登るって言ってもすごい急なんで、もう自転車降りて押すんだけどね、自転車降りて押したとしても近道なんで、そこの坂道をよく通ってました。その方面に行くときはそこの急坂をねよく押して上がっていました、で、その日もですね早朝にその坂道を上がって目的地方面に行こうとしたわけですね。でその坂道を登る時ですね、その地域はね住宅街と畑が混在しているような、そういう地域です。住宅街もあるし畑もあるような、そういう地域でね。で坂道の手前ぐらいまで行った時にね、もちろん自転車のライトはつけてます、暗いからね。で道の向こうの方に何か動くものがあるなと思ったわけですね、見たわけね。で白い何か、まあ真っ暗なんで色とかね形とかあんまりよくわからないんだけど、白い何かがあるなと思ったわけね。でもよくわからないんで前にずっと進んでいくと、その時はまだ坂道に差し掛かってなかったんで漕いでる状態、ね、自転車に乗って漕いでる状態。そうするとですね、どん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 その物体が近づいてきて、私が道の左側にいて、その物体が右側をこっち側に来てると。でクロスするなと思ったわけね。でその物体はですね何かっていうと、毛むくじゃら、毛がもじゃもじゃしてるようなそういう物体、しかも腰の高さぐらいの高さの何か生き物であると、それが分かったわけで、毛は多分白だろうと、暗いんで分からないんだけど毛は白だと思って、私は一瞬ねもののけだと思いましたね。もののけ、妖怪の類だと一瞬で思いました。真っ暗ですよ、真っ暗の中にかなりでかい腰の高さぐらいのものが、毛むくじゃらのものがこちらに向かってきてると。でもののけだと思ってやられると思ったわけね。でもののけだと思ったと同時に、犬っぽいなと、犬っぽいな、大きな大型犬っぽいなとも思いました。はい、大型犬かもしくはもののけだと思ったわけね。ですれ違うわけだから危ないと思ったんだけど、急に止まってしまうとですね、もののけに取り付けられる恐れがあるんで、このまますれ違ってしまえば方向が違うんで逃げられるだろうと思ったわけ。止まるのが一番怖いなと、そう思ったわけですね。でまあすれ違いましたと。でパッて見てやっぱりよくは見えないけど大型犬っぽいんだね。よく家で飼ってるようなでかい犬って言うでしょ、どでかい犬、セントバーナードとかそういう大きさのでっかい犬いますね。毛が薄いでかい犬もいるけど、毛むくじゃらの、犬もいるよね。毛むくじゃらの方ですね。で犬だと思ったんだけど、こんな早朝に首輪をつけずにリードもつけずに散歩ではなく、一匹だけ犬がいる。野良犬ならまだわかるんだよ、野良犬ならわかるんだけど、野良猫野良犬だったらね。ただ最近じゃ野良犬なんて聞かないし、野良犬でそのでかい大型犬がいるっていうのもちょっと危ないよね。ということでですね、私は
犬かなと思いましたけど、そのシチュエーションがあまりにも異常なんで、早朝のまだもう真っ暗な時に犬一匹で、その住宅街と畑のあるような地域を縦横無尽に歩いてると、はい、でそこを私がすれ違ったわけね。で万が一このもののけの場合は取り憑かれるわけですから逃げなければいけないということで、自転車をフルパワーで立ち漕ぎで漕いで、すれ違いました。でその時何度かね、後ろを向いて 犬との距離を、もののけとの距離をね測ろうと思ったんだけど、後ろを向くということはこうスピードが落ちるわけね、どうしても、はい、ここはスピードだと思って後ろを振り向いてはいけないと思って前を見てスピードを上げました。ただね、前方には坂があるんです、急坂。この急坂は、自転車では登っていけないようなレベルの急な坂なわけね。途中まではね、ガンガン漕いで登りますけども、途中からは降りて押さなければいけない、どうしても。その時に、この物のけに追いつかれるなと、そう思ったわけね。もし物のけが後ろから追跡していれば、私を追跡していれば坂の途中で追いつかれるなと思ったわけですから、坂の最初の方はガンガン漕いで立ち漕ぎで登っていって、坂の途中どうしても登れないところは降りてですね、走りましたよ。チャリを押しながら走って登るというね、はい、でぜー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 言いながら、もう渾身の力を込めて、登ってですね、でパッと後ろを見るともののけは追ってきていないと、そこでようやくね緩めることができました。うん、でそのもののけは一体何なのかと、犬でも何でもいいんだけど、なぜ散歩だったら人がついていないのかとね、思いましたけど、もしかすると私のこれは想像ですけど、もしかするとその犬はその住宅街で飼われている大型犬であると。で、主人が散歩に行くのがめんどくさいんで、首輪を離してると。で、早朝に勝手に散歩に行けと。ね。そういうセルフサービスの散歩をやってるような、そういう状態の犬だったのかなと、今では思ってます。まあでも、真っ暗の中で早朝に、その大型犬とすれ違うわけですから、その驚きはね、想像してもらえば分かると思うんですが、まあ、それ以来ね、その坂道は私はめったに通ることはありません。特に早朝深夜はその坂道はあえて避けるようになっています。